すまん。釣り屋の伊藤さんからあんたを紹介されてきた。そうか、入ってくれ。茶の作法はわからない。ふん、そんなもんはどうでもいい。まあ楽に飲んでくれ。どうだ味は？苦い。ふふふ、正直な男だ。で、俺に何の用だ？実は今ちょっとした人探しをしていてな。ほう、人探し。そのことを伊藤さんに相談したらあんたを紹介された。ふっ、そうか。なぜ伊藤さんが芸術家として有名なあんたを紹介したのかはわからないんだが。まあこれを見ればわかるさ。ここは俺の裏稼業の仕事場さ。裏稼業？芸術家は表の顔、裏では情報屋としてやっている。情報屋？なるほど。それで伊藤さんはあんたに会いに行けと。伊藤は俺の裏の顔を知っている数少ない人間だ。俺は部下たちに今日の街の情報を集めさせて、それを顧客に売っている。なぜこんなこと？まあ単なる俺の趣味ってこともあるが、情報ってのは武力を上回る最大の力だからだ。情報が力？そうだ。古今戦の勝敗を決めてきたのは武力じゃない、情報だ。相手の情報を制した者が勝つんだ。じゃああんたが祇園によく足を運ぶのも情報を得るためなのか？その通り。あんたは案外頭切れんじゃねえか。遊事を使って客の素性を暴く、情報集めにはもってこいの場所だ。なるほど、そういうことか。ふん、俺は今日の街のことはもちろん、祇園のことなら大概のことは知っている。じゃあ俺が駆け回りをしていることも？当たり前だ。あんたが単なる駆け回りじゃなく、金さえ払えばどんな仕事でも引き受ける、何でも嫌だってことも知っている。そうか、さすがだな。でさっきの話だが、人探しってのは何なんだ？
ああ、実は宮本武蔵という男を探してる。お？宮本武蔵か。そりゃ厄介な依頼だな。今どこにいるか知らないか。うん、こっから先は商売だ。もらうもんもらわねえと教えられねえな。いくら出せば教えてくれるんだ。まあ落ち着け。実はお前に仕事を頼みたいんだ。仕事？ああ、駆け回りのお前にしかできない仕事だ。俺は曲がりなりにも芸術家だ。金なんぞよりも芸術にこそ価値があると思ってる。だがな、先日うちの蔵に賊が入って大事な収集品が抜かれちまったんだ。それを取り返してくれれば宮本武蔵の居場所を教えてやろう。賊の素性は分かっているのか。ああ、シシド売剣という男の一味だ。シシド売剣。最近京近郊で名を馳せている盗賊団の頭だ。林道から細道に入った先にある洞窟を根城にしているらしい。あんたのお宝もそこにあるんだな。そのはずだ。あれほどの品そう簡単にさばけるとは思えねえ。しばらくは手元に置いてあるはずだ。わかった。じゃあ俺はそのシシド売剣という男からあんたのお宝を奪い返せばいいんだな。ああ、取り返してくれたら取引成立だ。本当だろうな。安心しな、取引で嘘はつかねえ。よし、早速向かおう。待て、一つ忠告しておくことがある。忠告？シシドという男は鎖鎌という変わった武器を使うらしい。気をつけねえと返り討ちに遭うぞ。わかった。高悦のところから盗んだ宝返してもらおうか。バカが、こんなところまでわざわざ取り返しに来るとは。ご苦労なこった。身ぐるみ吐いてやるぜ。やるやないが。誰やお前は。お前がシシド売剣か。そりゃお前はまさか。
マジマ、マジマ、生きていたのか。誰やそれ。わしんことか。マジマじゃないのか。ちゃうぜ。俺を覚えてないのか。俺はあんたが誰とかどうでもええわ。それよりわしの宝取り返しに来たんやろ。おれ、あよかかってこんかい。マジマ、お前かかってこんのやったらこっちから行くで。